はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。以前動画でアキレス、ハラミスジ、赤ミスジの3種類の牛スジを紹介しました。今回はもう1種類牛のスジをご紹介します。今回紹介するのはホミスジ。それでは早速やっていきましょう。こちらが今回用意した牛の鬼スジです。別名顕微鏡とか木スジと呼ばれたりします。正式名称は黄色靭帯と呼ばれる部位です。牛の頭を支える筋で、ネックから肩ロース、リブロースにかけてある筋です。一般的にあまり牛筋としては販売されることはありません。業者によっては骨などと一緒に処分されることもあるので、比較的安い値段で購入も可能です。なぜならとても硬く処理が面倒だからです。でも最近牛筋全般が値段上がっていますよね。以前紹介したアキレス、ハラミスジ、赤ミスジも何も処理をしていない状態だと歯ごたえがあり食べるのに苦労します。今回のオニスジはその中でも特に硬く、焼いても硬いし煮ても硬いという声を聞きます。牛スジ素人はこれを焼きで食べるのはおすすめしません。牛スジクロートでもなかなか経験を積んでいないとこの硬さには太刀打ちできません。案の定硬い部位なので犬の餌として使われたりもします。脂肪分が少なく歯ごたえがあるので犬がかじるにはちょうどいいかもしれません。持って触っている感じはタイヤくらいの硬さと弾力があります。柔らかい部位ではないのは見た感じ想像ができます。木筋と呼ばれるだけあって、筋の色が他の筋に比べて黄色いですね。脂肪分は少なく、赤身筋などのように赤身肉はついていません。今日はせっかくなので焼きと煮込みにしてこの鬼筋を食べています。まずは焼き用に薄くスライスします。スライスしたものに両面包丁を入れて食べやすくします。次に煮込み用のカットをします。カットした断面はこんな感じです。チーズみたいな黄色をしています。かなり身が詰まっていて硬そうです。煮込み用も包丁を入れて3センチ幅くらいでカットします。煮込み用はカットできたら沸騰したお湯に入れてアクを取りながら煮込みます。途中ネギと生姜を加えて4時間くらい煮込んでいきます。ネギと生姜を取り除き、酒、ニンニク、唐辛子、鶏ガラ、塩を加えてさらに煮込んでいきます。一晩冷まして味をなじませて再度火にかければ完成です。器に盛ってネギをかければ鬼すじの塩煮込みの完成です。早速食べてみましょう。いただきます。今日はメルシャンのリンゴのスパークリングワインを飲んでみます。コンビニやスーパーでも売っているので見たことある人もいますよね。ちなみにシードルとはリンゴから作られる醸造酒のことです。醸造酒とは原料を酵母によりアルコール発酵させて作られるお酒のことで、日本酒、ビール、ワインなども醸造酒です。蒸留酒は原料を発酵させた後に蒸留して作るもので、焼酎、ウイスキー、ブランデーなどがあります。アルコール 5% と低く、リンゴの自然な甘さと適度な酸味があり、すっきりとしていて飲みやすいです。甘すぎたり酸っぱすぎるシードルもありますが、バランスが良く日本人には飲みやすい味ですね。食前酒として飲むのも良さそうです。それでは鬼すじ食べてみましょう。まずは焼き用を焼いていきます。見た目はミノとかみたいで美味しそうです。焼けるのを待つ間に煮込みを食べています。包丁を入れたこととしっかりと煮込んだことで柔らかく仕上がっています。アキレスのようにもっちりプルプルというよりは少し表面の粗さがあります。口の中でほぐれるような柔らかさで適度に食感は残っています。鬼すじ自体にはほとんど味はありませんが、包丁を入れた切れ込みにしっかりと味が染み込んでいて美味しいです。それでは焼けたので食べてみましょう。この薄さでもかなり硬いです。両面包丁入れてあるのでなんとか食べられますが、普通に焼肉屋で出てきたら食べるのを諦めるレベルの硬さかもしれません。焼きはよほど硬い食感が好きなワイルドな方以外はおすすめしません。コリコリ、ウルテ、ミノなど他にも食感が良く美味しい部位はたくさんあるので、そちらをおすすめします。どうしても食べてみたい人は経験のために一度試してみてください。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。鬼すじいかがでしたか？筋は焼きよりも煮込みの方が美味しいかもしれません。異論は認めます。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。